皆さんこんにちは、女流棋士の香川真央です。今回のゲストの方はこちらです。女流棋士の加藤桃子です。よろしくお願いします。ということで前回に続き加藤桃子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。さあ前回の動画では第2回女流アベマトーナメントのね、まあ、優勝ということでいろいろお話を伺ってまいりましたが、もうこのお話をねしないわけにはいかないということで皆様大変お待たせいたしました。加藤桃子さんね、2021年11月17日大成建設杯精錬戦里見香奈精錬との五番勝負第5局に勝ち、見事精錬のタイトルを獲得されました。おめでとうございます。ありがとうございます。さあということで、ということでね、見事精錬を獲得された加藤桃子精錬、おめでとうございます。いいんですか？ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。サプライズですね。はい、ありがとうございます。とんでもないです。ももちゃんね、実は以前も私の動画出ていただいて、その頃はね女流棋士にちょうど成り立ての時だったかなと思うんですが、今回女流棋士になってから初めてタイトルを獲得されたということで本当におめでとうございます。ぜひね、今回はその記念ということで、はい、タイトルを獲得されたご感想とか、いろいろお話を伺っていきたいなと思っています。よろしいでしょうか？はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。挑戦者になった時どんなお気持ちでしたか？はい、挑戦者決定戦が鈴木環奈さんとだったんですけど、はい、すごい強敵だったんですけど、なんとか勝つことができて、やっと里見さんとまた戦えると、結構闘志を燃やしている感じでしたね。インタビューとかでもよくお答えになってたと思うんですけど、その今回の精錬戦が始まるまでは里見さんとの対戦成績が結構こう苦しい状況で、今回番勝負を迎えられたかなと思います。そのあたりはプレッシャーとかもあったかなと思うんですけど、どんな気持ちでしたか？同じ相手に14連敗もしますかね。いやー14はきつい。 実際その14回戦ってることがまずすごいんですよ。やっぱタイトル戦に、ね、出ないと、やっぱ里見さん西山さんっていうクラスの方とそんなに連戦まずできないからね、ただやっぱりそのももちゃんぐらいの力があってもそういう結果になっちゃうんだっていう、そういう私からするともうやっぱ厳しいなっていうふうに見てて思ったんですけど、はい、そうですね、やっぱりきつかったんですけど、きついし厳しかったんですけど、でも今期はなんかうまく表現できそうだなっていうのがあって、その背景にはそのアベマトーナメントを通じて結構将棋を深く向き合う時間が増えたこととかあって、結構自信がちょっとあったんですよね、実を言うと。じゃあ心境の変化というか、前向きな気持ちで結構タイトル戦を迎えることができたんですね。そうなんです。今気持ちの面でっていうお話もあったと思うんですけど、私たち自身も戦うからそこまで深くね聞くのもあれなんですけど、はい、こう盤上でもこういうところが今までのタイトル戦と変わったなみたいなところもご自身で何か感じられたりとかもありましたか？はい、将棋の内容で言うと、里見さんは中飛車を指す方なので、その対策をどうするかというのと、自ら崩れないっていうことを結構意識していて、息長く誘う、粘り強く誘うと心がけたところはあったのかなっていうのがあって、それがうまく表現できたのかなっていうふうに思っております。もうね、確かに加藤さんといえばすごい攻め将棋どんどん前にこう進んでいくね、本当こうお人柄とぴったりな棋風だなって印象があるんですけど、なんか今期はそういう押して攻めていくっていう以外にもこうなんかいろんな戦い方で、それこそ今おっしゃってた表現っていうのをされてたのかなって感じたりもしたんですけど、なんかこうそういう意識の変化みたいなものもこの最近トーナメントとかもあってっていう感じだったんですかね？そうですね、かなり戦型選択のところから真剣に悩んだりして、あとはタイトル戦の当日どれだけ最高の力を出せるかっていうのをかなりね真面目に考えて、体調管理とかも結構しっかりしたところもあって、意識がそこに向いてたのかなっていうのがありましたね。より集中できてっていうことなんですね、はい。個人的な質問になっちゃうんですけど、私もタイトル戦の経験あるんですが、五番勝負って経験したことな
いんですよ。今回ね、五番勝負加藤さんが連勝スタートで、うん、あわやこれ3連勝で奪取しちゃうんじゃないかみたいな、うん、まあ、出だしでね、そこからこう最終的にフルセットになったと思うんですけど、そういうそのフルセットですごく長く戦ってたシリーズだったのかなと思うんですが、うん、その期間って集中力維持するの大変なのかなって個人的に思うんですけど、そのあたりとか今期は どんな感じでしたか。まずあの序盤2連勝してちょっとびっくりしたんですよね。いや、すごいと思って自信があるって言ったんだけどこんなに勝てるろって今まで何だったのみたいな風に思ったりして、なかなかその3勝目を挙げるっていうのは難しいっていうのは心得てはいたんですよ。しかも里見さんがいてっていう結果3局面を返されてしまって、すごくまあ正直に言うと動揺しましたね。はい、動揺したし、過去の嫌なデータが駆け巡り流れは完全にって感じだったと思うんですけど、まあでも落ち着いてさせたのもあって、なんでかっていうと東京将棋会館が第5局目だったんですけど、差し慣れた場所で、そうですね、朝とかね、いつもの対局風景だなみたいな、なんかタイトル戦なんだけど、タイトル戦ってすごく意識しないでいつもの対局だと思った時に、なんか急に平常心になったっていうか、落ち着けたのがあってですね、うん、で、勝つことができたのかなというふうに思っています。いや、それもね、やっぱりこうプロとして戦ってれば本当に分かるんですよ。その大一番で平常心で戦うってこれすごい力なんじゃないかなって思うから、うん、そこはやっぱりなんかももちゃんの強さの一つだし、ね、多分聞いてるとこうタイトルを奪取できた理由の一つだったのかなっていうふうにも思うんですけど、ね、実際タイトル獲得されて周囲の反響とかタイトル取ったなっていう実感とかどのように感じてますか。タイトル取った日は結構たくさんの方にメッセージをいただいて、すごい嬉しかったですね。まさかという方からもいただいたりもして、そうだったんだ、ちょっと嬉しかった、ちょっと全然嬉しかっためちゃくちゃ嬉しかったです、はい、言葉でね、ちょっと言い切れないぐらい、ね、はい、タイトルがね、0から1になったんで、タイトル保持者としてその扱っていただくことも増えましたし、なんといっても肩書きが変わるので、まあ、セイレってね、すごいいい響きだなというふうに思うんですけど、かっこいい記号をしなきゃいけないっていうか、あー、色紙にね、そうそう、筆で、うんうん、難しそうですよね、例の字。例の字、そうだよ、そうなんだよね。それはね、いつもこれは書くの大変だと思いながらちょっと眺めているんですけど今まで書いたことってありましたか、例の字。いや、例の字さ、あれですよね、記録の時とかしかないですよね。ああ、そっかそっか。そう、だから、すごい綺麗に例の字を書くっていうのがもうミッションなわけですそうそうだよね、タイトル保持者ですからね、じゃあ練習とか結構されたりしてたんじゃないはい、でどうしようって思って、アベマトーナメントでお世話になった渡辺監督に、セーレになりましたので、新しい扇子を今度出すんですってちょっと相談したら、なんとね、渡辺監督が習ってる書道の教室に連れてっていただいて教えていただきましたね、書道の先生に。わあ、羨ましい。それも貴重な経験だね。本当にそうなんですよね。確かに、でもツイッターによくよく考えると、こう、連行したって書いてあった気がする。いや、本当でもあれは本当優しさで、多分お祝いのプレゼントだったのかなというふうに思っていて、そうですね、それで例の字うまく書けるようになったんじゃないかなと思ってます。私もたまたま拝見したんですけど、もう例の字本当に綺麗で、短期間しか寝なかったと思うんですけど、まあよくやっぱ忙しいのに練習してるなと思って、すごい本当に尊敬しました。いやいやいや、もしかよかったら画像をちょっと編集で、はい、パンって入れさせてください。わかりました。もうすごい綺麗だったからぜひ、ね、皆さんにも見てほしいです。いやいやいや、タイトルを取ったりすると将棋連盟の、ね、公式の、まあ、売店というか、販売部の方で販売されるので、ぜひ加藤セーレセンスね、皆様お買い求めいただいて、いまだ先かもしれないけど、はい、概要欄貼っておきます。ありがとうございますそれでやっぱり思ったのが、何が変わったって心構えとか意識が変わったなっていうふうに思いました。なんか下手なことできないですね。それはね、いつもそうそれは私もそうまあでもより一層ってことだよね、精霊ってまだね、3期しかない新しい棋戦だしけど、序列で言ってもね、上の方のタイトルなんですけど、
定例になったからちょっと意識しようみたいなこととかってあったりされますか？これはタイトル戦で感じたことにも含まれるんですけど、その対局場が大成建設さんにご用意いただいた、大成建設さんが建てたホテルだったんです。でそのホテルどこもですねすごく高級 で、うんうんうん、ですごく上品上質なものに触れたんですね。私もともと庶民というか全然もう覗いたこともないような世界っていうところで対局をさせていただいたんで、物事の捉え方が変わったっていうか、上質なものに触れたところからなんか心に余裕が出てきたというか、なんか人に優しくしたいなっていうふうに思いました。いいものにでも触れるとね、はい、自分の過ごし方とかも変わってきたりするよね。はい、そうですね、まさにそうで、意識が変わっていろいろ思い改めるところもありまして、なんか多分人間じゃなかったんですよ、今まで。人間だったの？ほんまに人間としての、人間力が足りなくて、そこまで言う？はい、ちょっとまともになったのかなって、ね、まあちょっと頑張ってる最中ですけど、はい、そんな感じです。まあまあ、でもももちゃんがそうなのは意外だけど、確かにね、将棋にこう打ち込んでるといろんなことがね、こう、あ、もっとこううまくできたかなって思うことはどうしても出てきちゃったりはあるよね。そうですね、いや、私はいっぱいあるんだけど、ももちゃんもそういうところがあるんだってい う、 こうちょっと安心感が今回、聖霊を獲得されてね、それまでは、さとみさん、西山さんってお二人がこうタイトルを、独占というか持ってた中で、そこに加わってというところでも注目を集めたかなと思うんですけど、なんかご自身ではその辺はどういうふうに感じていますか？そうですね、そのやはり里見さん、西山さんっていう、いわゆる二強と呼ばれている方々がいて、奨励会ね、三段まで行ってすごい強い方がだったので、そこに入っていくっていうのはなかなか難しい状況だなとは思ってはいたんですけど、今回タイトルを取るっていうか、里見さんが3勝挙げたっていう事実ですね。そこから、なんか頑張ればできるんだみたいな、夢が叶うんだみたいな自信がついてきたところもあって、なんかより一層ですね、将棋頑張ろうっていう風に思いましたね。やっぱりなかなかこうファンの皆様とか YouTube ご覧の方は、その勝ち勝ち負け負け勝ちっていう星取りをねご覧になるかもしれないんですけど、私今期も将棋ずっと見てて、ももちゃんの精霊のねこう気持ちがすごいこうこもった勝利ばっかりだなみたいな、なんかそんなのが伝わってくるような気もして、ありがとうございます。いや、自分の気力でどれぐらいそれが読み取れてるかわかんないですけど、それぐらいやっぱり将棋にかけてるっていうのが盤上から伝わってくるシリーズだったような気がしたから、ももちゃんにとっても価値のあるシリーズだったんだなって今聞いてて改めて思っちゃいました。いや、ありがとうございます。カナダさんはすごい今回すごい近くで多分見守っててくださいましたよね。やっぱりね、アベマトーナメントもありましたもんね。で結構いろいろお互いメッセージを送り合ったりはしたんですけど、すごくね応援してくださって、で同業者だったら普通はねしないけど、そこを乗り越えてもカナダさん本当に心って会話をしてくださったのですごい嬉しかったですし、そういう方がいらっしゃったので、生半可な気持ちではできないなと思ってちょっと頑張りました。いやー、もうすごい本当にありがとうございます。なんか私はもう応援してるっていう気持ちを伝えたいなと思ったんだけど、なんかそれにもすごくこう一緒に頑張ろうっていうことを、すごく気持ちのこもった言葉で返してくれたのが本当にもう嬉しくて、心にね、めっちゃ保存もう嬉しくてありがとう。いや、そうなんです。実はね、今回その聖霊獲得されて、挑戦者決定戦は鈴木環奈さんとだったんですけど、その前はね、実はここの2人がね、実はベストフォーで対戦してたんだよね。あれは覚えてますよ。そのゲームちょっと私左利きでしたよね。そうね、あれ、あの時さ、香川さんの気持ちがすごい伝わってきたのね。あ、そうだった。なんかこう対戦終わってさ、こんな風に話すことなかなかないから、ちょっと緊張しちゃいますね私の勘違いで妄想かもしれない、香川さんのすごい迫力っていうか覇気がすごい伝わってきたんだよね、対局。でもなんか、それに圧倒されるわけよ。私も私で全力を尽くしたし、言っていって難しい将棋でしたよね、あれもね。穴熊の遠さが生きるか、左のも厚みが生きるかみたいな将棋だったと思うんですけど、言っていって本当に
あれね、言ってって本当に熱こもってる刺してたよね、いや、って思うんですけど、私もだから対戦しててね、改めて言うのも恥ずかしいんですけど、まあ、加藤さんと今期すごい対戦もね、うん、させてもらってたのと、まあ、結構こう対戦してて対戦成績がねかなり悪かったのと、うん、内容的にもこうあまりいい将棋がさせてないなっていう気持ちが結構ずっとあったんですよね。清麗戦は今回予選全勝でね、あの本戦に入ることができて、で加藤さんと当たって、やっぱりここで満足いく将棋がさせるかどうかっていうのがこう自分にとってすごい大事なのかなって思ったから、そういう意味であって今期の中でも、まあ、かなり正直気合いというか気持ちを入れて確かに指した勝利だったかなって思います。で、まあ、結果的にその、まあ、終盤ちょっと難しくて、あの最善をね、難しかったよね。なんか 4-1竜だっけ、なんかすごい変な手指しちゃってね、もうあのあるんですけど私がね微妙な手を最後こう指しちゃってね、まあ、やっぱ最後力不足で負けちゃったんですけど、でも自分の中ですごい全力でね、なんか戦えたなってあの時思えたし、それで負けてそのやっぱ加藤さん強いなってこう素直に本当に尊敬できたから、だからこう応援できたっていうか、応援できたっていうとちょっとね生意気なんだけど、なんかそういういい将棋をね戦えたから、もっとももちゃんの棋風を見たいなというか勉強させてほしいなみたいな気持ちでしたよ。そんな本当にだからアベマトーナメントももちろんその一緒に過ごせてすごい幸せで大きかったんですけど、そのなんかベスト4でそういう気持ちで対局ができたのは自分としてはすごいいい局になってたかな。いやもうありがとう、いやいや嬉しいです。いや死んだぞ、いやいやそうだよね、そうだよね。いやいや負け方もいろいろあるもん、なんかこう本当うわないわみたいな時と、まあこんだけ戦ったらまた頑張ろうみたいな時で、そう、まあ、本当になんかいやももちゃんの年でしたね。ちょっと今年はももちゃんの年だって、今年はそうですね、なんか、今年はいただいてしまったような、あの、ちなみに清麗戦以外でも、倉敷桃花戦出たりね、アベマトーナメントとか、それこそこういろんなことも充実されてたかなって思うんですけど、時期的にも12月なので、こう1年とかもちょっと振り返って見てると、なんかこう、どんな1年でしたか？ああ、そうですね、まあ、1月からのことを振り返ると、まあ、一番最初、女流名人戦のタイトル戦があったんですよ。で、あそこで、サンタテクやってるからね、そうか、今年か、頭にそうなんです。まあ、まあ、それがあって2つの気持ちがあって、そのもうちょっと将棋頑張んなきゃってなっていきますと、私もう手届かないのかなみたいな、サンタテはね、どうしてもなっちゃうよね。そうなんです。で、2月3月は落ち込んでて、うん、まあいろいろあって、まあ、でも、もらいくらにね、頑張ってきたんですけど、もらいくらに、いや、頑張ってたと思いますよ、かなり。いや、あの、やっぱり対局がたくさんあったのが救われたというか、その対局、まあ、負けても次があるみたいに切り替えることができてたのがすごい良かったなと思っていて、女流順位戦とか、ね、はい、新規戦もできましたしね、なんで、落ち込む暇がないみたいな感じで、ずっと過ごすことができたのが良かったのかなって思っていて、で、アベマトーナメントの話とかあったりして、でそこでまた一気にこう、うわ、上を向いてったみたいな、わーっと、そう、まあ、結構その、まあ、波がある中でも、そうですね、夏からは結構気持ちを乗せて指すことができているのかなと思ってはいますね。いやー、もう絶対もう今年はでもももちゃんの年になったなっていうね、いやいや感じかなと思うんですけど、そうですね、改めてちょっと今回じゃ精霊を獲得したご感想と応援いただいているファンの皆様にも一言ぜひお願いします。はい、そうですね、女流棋士になって初めてのタイトルを取れたことと、あと精霊戦の精霊というタイトルを取れたことがもうこの上なく嬉しいです。で、これは私だけの力じゃなくて、決してあの今隣に座っている香川さんとか、もう周りの方がたくさん励ましてくださったり応援してくださったり助けていただいたおかげだと思っています。なのでですね、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいですね。ありがとうございます。これが終わりじゃないから、もうちょっと頑張りたいと思っていて、まあ、来期の防衛戦もなんですけど、もうちょっとパワーアップしたいなっていうのを一つと、あと
各棋戦ですね、なかなかコンスタントに勝つっていうのは難しいことなんですが、あの一局一局心を込めて指したいなって思っていて、うん、やっぱり勝負手で生きることに決めたので頑張ります。とにかく一生懸命精進してまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。私もね、これからも対戦する機会いっぱいあると思うので、応援してますとね、こう気軽に言えないところはあるんだけど、でも本当に今回聖霊獲得されて、すごい近いところでいろいろ見させてもらって、すごく私も励みになって、ありがとうございます。刺激を受けたので、あのももちゃんにもうこれ以上ね負けないようにというか、置いていかれないようにね私も一生懸命本当に頑張っていきたいなっていう気持ちになりましたし、ももちゃんにもそういうパワーをね、何かしらこう感じてもらえるような近くに行って、また頑張れたら嬉しいなって今思ってるので、これからもよろしくお願いしますお願いします。お手柔らかにというわけにはいきませんがそうですね、全力でね、はいはい、そうですね、もう全力でお互い、はい、頑張りましょう。いい寄付を残せたらと思うので、もし対戦することがあれば、ね、皆様ぜひご観戦いただければと思います。さあ、ということで今回は加藤桃子聖霊にお話を伺いました。改めまして本当におめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ加藤新聖霊へのお祝いコメントや、このトークの感想などなどもお待ちしております。ぜひ楽しんでいただけましたら、チャンネル登録や高評価もお願いいたします。お願いします。それでは失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ももちゃん。ありがとう。よかった、本当。ありがとう。ありがとうございます。え、本当ありがとう。もう嬉しい。かわいい。ありがとう。あ、そうだ、副賞楽しみだね。ホテルで使える券みたいな。そうそうそう、そうなんです。もらってたよね。そう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 。いいな。いや、もう、なんか豪華すぎてびっくりしましたね。いやでも絶対いっぱい頑張って疲れてると思うから、たっぷり休むときは休んだ方がいいよいやもう、うん、ありがたいですね、本当に。ゆっくり休んでまた頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。